どうも皆さんこんにちは、チャクバツです。本日はですね、こちらの ANA アメックスゴールドカード、今ね新規入会キャンペーン今日から来ておりますよね。私もねこちらの動画で解説させていただいているわけなんですけども、ご覧いただけましたでしょうかね。まあ、今回のねキャンペーンは、まあ、過去最高っていう風にねなると思いますので、非常にねお勧めさせていただいているわけなんですけども、 ANA のねクレジットカードを初めて発行される方は特にね注意事項とかはないんですけども、既存で ANA のクレジットカード保有された方、私みたいにですね、私はね ANA JCB の一般カードをねスーパーフライズつけて運用させていただいているわけなんですけども、こういった感じで他のね ANA のクレジットカード保有されている方で、今回ねこの ANA アメックスゴールドカードね発行されるっていう方は結構ね注意が必要っていう風になりますのと、またね結構ね質問をいただいておりますので、ここら辺ねまとめて解説ねやっていきたいなと思います。それではまずですね、一番ね質問が多いね質問事項としては、今のねマイレージクラブ会員の番号、お客様番号ありますよね、これが変更になるのかどうなのかっていうね質問をね非常にたくさんいただきます。でこのね ANA のお客様番号っていうのは、このね私のこの ANA JCB ゴールドカード、こちらにもお客様番号がありまして、まあ、今回ね私も発行させていただいたわけなんですけども、 ANA アメックスゴールドカードの下にですねお客様番号が記載されておりますよね。ですのでこのクレジットカードをね新たに発行すると、新しいお客様番号が付与されて郵送されてくるっていう風になるんですよね。ですので私はね今、まあ、他のカードにもありますけれども、この ANA のね JCB 一般カードスーパーフライヤーズのお客様番号がメイン番号になっているわけなんですけども、新たに発行された方はこちらのね新しいクレジットカードにも、まあ、お客様番号があるということで、まあ、2つねお客様番号を持っているみたいな、まあ、こういった形になるんですよね。で今メインに、ね、なっているのはこちらの番号っていう風になるんですよね。で別にこちらがお客様番号として私はね保有しているっていう風になりまして、まあ、ちょっとややこしい話なんですけども、まあ、こういった形になってるんですよね。でこれはクレジットカードにもプリペイドカードにもデビットカードにも、まあ、全てにですねこの ANA のカード系にはですね全部ねお客様番号が個別にね付与されているっていう風になるんですよね。ですので今回ね新しく発行された方は、まあ、このね前のクレジットカードの番号がメイン番号になってると思うんですけども、新たにね ANA アメックスゴールドカードを発行した方はこちらにも新しい番号はね付与されているっていう風になります。でまずですね、まず一番最初にですねこの ANA のねアメックスゴールドカード新しく発行された方は新しい番号が付与されておりますよね。でこれのまずログイン方法に関してなんですけども、ANA アメックスゴールドカードをですね新規で今回、まあ他のカードでもいいんですけども、他のね ANA のクレジットカードを新規で発行された方はクレジットカードはおそらく先に届きます。これはねちょっと一概には言えないんですけども、私はね ANA アメックスゴールドカード発行させていただいて、アメックスのゴールドカードが先に届きました。その後にですねこういった感じの発着ハガキがね届きます。こういったのがねこういったのが届きます。でこの2枚がないと、ログインすることができません。ですので、まあ、先にねこの圧着ハガキのハガキが届いたとしても、 ANA のねクレジットカードが届いたとしても、両方揃わないとねログインすることができないっていう風になりますんで、この点ね注意してください。これね同時に来ればいいんですけども、別々に来ます。もちろん書き留めでクレジットカードの方は来ますし、この圧着ハガキのパスワードの方は普通郵便で届くっていう風になりますんで、今ね土日配達しなくなりましたよね。ですのでラグがある状態でね届くっていう風になりますんで、あクレジットカード届いた、ログインしようと思ってもログインすることができないっていう風になります。ですのでこれから発行される方はこのね2つクレジットカードとこのね圧着ハガキが揃ってからログインねするようにしてください。で次にですね ANA のクレジットカードのお客様番号、まあいわゆるマイレージ番号ってありますよね。これをね変更されたくない方いらっしゃると思うんですよね。でこれね新しいね ANA のクレジットカードを発行して、発行する時にですね ANA のマイレージクラブ番号を入れてしまうとですね、まあ私で言うとこの番号を発行画面の時に入れてしまうとですね、この番号がサブ番号になって、この新しいクレジットカード ANA のクレジットカードですね、こちらが新しいね番号になってしまうんですよね。ですので ANA のお客様番号をこれから発行される方で変えたくないっていう方は、
この申し込み時にですね、マイレージ番号を記入しないで発行していただきます。そうした後に ANA の方にね電話していただいて統合していただく、もしくはウェブサイトで統合していただくっていう流れになります。でマイルの統合自体もですね、電話だと一晩とかでねやっていただけるんですけども、ウェブでやると1週間ぐらいかかります。まあこれはですね、まあ、予約持ってるか持ってないかでね判断していただければなと思うんですけれども、まあ、私みたいにですね何にも予定がないよっていう方に関してはウェブでやっていただければですね、こちらね、まあ、1週間ぐらい紐づいてこの旧のお客様番号がメイン番号になって、このね ANA アメックスゴール新しく発行した番号がサブのねあの番号になるっていう風になるんですよね。で次に手順に関してなんですけども、まず一番初めにですね、 ANA アメックスゴールドカードを発行される時にですね、 2,3 ページ目ぐらいにですね、こちらの ANA マイレージクラブ番お客様番号を入力する欄があるんですよね。こちらね最初米印でポチって押すまで閉じられているわけなんですけども、ポチって押すとこのね ANA マイレージクラブ番号お客様番号を入力する欄が出てくるっていう風になるんですよね。でここに記載されている通り、発行されるカードには新しいお客様番号が記載されますが、ご申告いただいたお客様のマイル口座と自動的に統合されますっていう風に書いてありますよね。ですので新しいお客様番号になってもいい方に関してはここにお客様番号を記入してください。で今のねお客様番号マイレージ番号をそのまま使いたいよっていう方はここはね見切らんで申し込んでいただくっていう風になります。こちらね入力していただくと新しいお客様番号に前の私でいう ANA JCB スーパーフライヤーズカードありますよね、その番号のマイルがですねこの新しい番号に統合されて届くっていう風になるんですよね。ですのでこれから発行される方はこちらねどっちがいいのかはですねご自身によって変わるという思いますので、こちらねぜひ覚えておいてください。もしねお客様番号を変えたくないっていう方はこちらね見切らんで発行していただくっていう風になります。私もねあのお客様番号をね変えるつもりございませんでしたので、まあこちらはね見切らんで発行していただいたっていう風になるんですよね。まあもちろんねあの統合作業がめんどくさいっていう方はもうこちらねあの旧の番号を入れていただければ新しい番号がねあの統合されてクレジットカード届くっていう風になりますんで、まあこれでね申し込んでいただければなっていうところですね。でですね、これは統合する統合しないとかね、これがどういった影響を与えるのかっていう話なんですけども、旧の番号、まあ私で言うとですねこの ANA JCB お客様番号を旧で持ってたとしますよね。で新しいこの ANA アメックスゴールドカードを発行して、こちらでねマイル統合をして発行したとしますよね。先ほどの画面で入力して発行した場合はですね、こちらの新しい番号がねメイン番号になりますよね。メインのお客様番号になりますよね。でこれをねあの先ほど言った通りですね、この圧着ハガキがないとですねまずログインすらすることができないんですよね。ですのでこれをね統合して発行してしまうとですね、既存で予約持ってたとしますよね。だからまあ私が1週間前に発行してその週末とかに国内線とかね利用する予定のあった場合にですね、新しいね番号にあの統合作業がされてますんで、こちらねウェブで操作することができなくなってしまうんですよね。もしねそういった状況に陥った場合はね電話であの利用していただくっていう風になりますんで、まあ、ANA ダイヤモンドステータスをね保有されている方はですね携帯電話からもね無料であの ANA のデスク電話できたりしますので、まあ、それだったらまあいいのかななんていう風に思うんですけれども、まあ、私みたいにねスーパーフライヤーズとか一般会員の方は固定電話ね持ってる方はいいんですけども、スマホしか持ってない方はですね電話代有料、まあ、アメリカデスクで、ね、電話していただければね、まあ、できるとは思うんですけども、操作はね面倒になってしまうっていう風になりますんで、このね統合作業に関してはですねこういったねあの弊害がございますので、この点ね注意していただきたいななんていう風に思うんですよね。まあ直近でねあの予約するあの利用する予定がなかったらね別にいいんですけども、本当にね直近で予定があってカードを作るっていう方はこの点ね注意していただければなと思います。それでは次ですね、マイル統合操作のねウェブでのねやり方一応ね解説させていただきたいなと思うんですけども、お届け前にご確認くださいということで、現在のマイル口座登録を確認してくださいということで、こちらをねクリックしていただくとこういった感じでね今のね
お客様番号が表示されます。まあ私はね、今 ANA JCB スーパーフライヤーズカードになってるんですけども、まあ、プリペとかね、プリペとかみずほマイレージクラブ ANA とかね、あの持ってるカードすべてにね、このお客様番号っていうのはありますので、まあ一応メインで使ってるのはこれ、サブになってるのがこちらみたいな感じで、なっているわけなんですよね。で、このね、下の方にマイル統合のお手続きフォームログインということで、こちらでね、ログインしていただきます。そうすると、こういった形になりまして、マイル統合のお手続きということで、下の方に行っていただくと、名前とかメールアドレスでお持ちのお客様番号ですね。で、メインで使用カードのお客様番号ですね。で、今回ね、まあ私は ANA Amex ゴールドカードを統合いたしますので、こっちを今のね、マイル番号カードを入れて、こちらにね、ANA Amex ゴールドカードの番号を入れていただくっていう風になります。ということで、入れていきましょう。では入れ終わったら送信を押します。そうするとね、完了いたしましたということで、メールがね、飛んでくるっていう形になります。まあ先ほども言った通りですね、1週間ぐらいね、かかりますので、この点ね、ご注意ください。それでは次ですね、こちらね、今の新規入会キャンペーンページなんですけども、今回のね、新規入会キャンペーンはエントリーが必須になっているんですよね。ですので、下の方にね、書いてあると思うんですけども、本キャンペーンは新規入会されたカードの ANA マイレージクラブお客様番号、または新規入会されたカードにマイル統合済みの ANA マイレージクラブお客様番号での参加が必要ですということで、まあどちらでもね、新規入会されたカードの ANA のね、番号でもいいですし、まあ、入会して、マイル統合済みの ANA マイレージクラブ番号どちらでもいいんですけども、参加登録は必須になりますんで、参加登録確実にして利用ねしていただければなと思います。はい、ということで今回ですね、 ANA Amex ゴールドのね、新規入会キャンペーンね、強化されているということで、今回ね、注意点をまとめてね、紹介させていただいたわけなんですけども、3月の13日水曜日までね、こちらのキャンペーン開催中っていう風になりますんで、今回ね、過去最大っていう風になりますんでね、発行検討された方は3月13日までっていう風になりますんで、この点ね、注意していただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、 LINE 公式アカウント、最近ね、 LINE 公式アカウントで PP 診断、マイル診断、マイルクレカ診断、ポイントサイト診断、こちらね、無料で利用することできますんで、ぜひねチェックしていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。